まずは、期限が明日22日までのものを見ていきましょう。16時59分にアーカルムの外伝が終了します。報酬の回収やミッション達成が終わっていない人は今日中にやっておくと良いですし。さらに、今回は、半額と被っているので RPEXP がめちゃくちゃうまく、ランク上げやレベル上げ、LB 稼ぎは最優先でやっておきたいです。また、最終日もデイリーミッションで報奨石100個もらえるので、終了時刻までに忘れないように回収しましょう。ここからは、明日22日に実装されるアプデを見ていきます。まずは、ジェネシスシリーズの4凸です。カゴが 160% になる時点でメイン石として使われることは確約されていますし、注目すべきは、新たに追加される召喚効果の効果量や効果ターンです。個人的には、コブロとフルンティングの組み合わせに期待しているのですが、効果ターンによって評価が大きく変わりそうです。次は、天井征伐戦に土属性のツバイが実装されます。天井征伐戦自体結構久しぶりな気がしますね。挑戦する条件として、同じく天井征伐戦の黄金の騎士プラウドプラスを倒す必要があるので、まだやっていない人はあらかじめやっておくと良いでしょう。実装当時、2021年4月、デモフルオートで倒せていたので、そこからインフレした今なら難しくないと思います。次に、マルチバトルに新たな仕組みとして、FP、フォローポイント、が獲得できるようになります。FP は、時間経過によって消費 BP が減少したマルチバトルに参戦してクリアすると獲得でき、様々なアイテムと交換できます。現状だと消費 BP が減るだけであり、大したメリットではなく、わざわざそんなマルチに入る人がいなかったのでそれの対策でしょう。一番の目玉は、隔月で1個もらえる混合賞のかけらですね。その他のアイテムに関しては、1回でもらえる FP の量にもよるのですが、わざわざ交換を狙わなくて良さそうです。懸念点としては、人気マルチや倒しやすいマルチはそもそも時間経過しないので FP を獲得できない一方で、倒しにくいマルチ、特に、途中参戦しにくい無限 HL やアガスティア HL はそもそも倒せるのか、という問題があります。ですので、時間経過しているものの倒しやすいマルチに人が殺到し、いわゆるガチ勢しか FP を獲得できないなんてこともありそうです。でも、時間経過したマルチが討伐されるという本来の目的は達成されているので、これはこれで良しとするかもしれませんけど。さらに、救援一覧に消費 BP が減少したマルチバトルが表示されやすくなる調整も行われるのですが、これうまくやらないとめちゃくちゃなことになりそうなんですよね。まあ、うまいことやってくれるでしょう。多分きっとおそらく。ということで、今回は、今日やるべきことと明日のアプデについて見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは。